こんにちは、ナイロン番組のナイロンと、こんにちは、ハロバナでイエ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 イ。いつもより長くない？今日長いですね。どうもこんにちは、ブジカルです。朝日奈です。今日はですね、みんな大好きスライム、早作り対決やっていきたいと思います。初めてだね、俺らね。あ、そうなんですか。早作りは初めてだから。あ、作ったことはあると。あるあるある。あ、よかったです、うん。ですね、はい、コメントであったんですけど、はい、1分ちょうどでスライム作れるかやってみてくださいって、1分目指してやってみてくださいっていうのがあったんですけど、さすがに前回とかやってるの見てると、さすがに1分じゃノエノンほのぼの作れないなと思ったんで、今回は1分半ちょうどでちゃんとしたスライムが作れるか。なるほどね。ほのぼのの場合はっていう音のスライムが好きなんで、めっちゃ放射入れるんですけど。なるほどなるほど。別にあのいい、ね、そうですね。なのでトロトロスライムで手につかなければもう合格です。あ、そう。なるほど。はい。で、審査はこじかるさんがいる場合は3人、うん、朝比奈さんがいる場合は3人、うん、って感じで3人で審査していきます。オッケー。というのをこじかるさんの動画だよ。まあこっちやるね。そう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 。ぜひ見てくださいね。そうそう、見る。下にリンク貼っておきますね。で、今回は早作り対決なので、別に、はい、あの何分間でトガワフジョパンカーン、まあ早く作ればいいってことだね。そうです。で、それでは、なの行きましょう。はい、よーいスタート。こういう風にですね、これこうスターバックス、大事。スターバック量の量はどれぐらいでもいいよ。はい、でもまあちっちゃい方がね、多分いいと思う。このものはめっちゃかけます。はい、言うと、シェービングフォーム多めなんだ。シェービングフォーム多めの方がほのぼの。シェービングフォームのこの匂いが好きなんですよ。え、嫌い。おじさんの匂いする。でもおじさんの匂いする。おじさんが好きってことだよ。違うよ。マジですか。あー、あー好き。絶対ダメだから。絶対アップねー。あれ、水取りダウン関心。で、シェービングフォームに洗濯のりを入れて、大沢を足して混ぜるって感じですね。54秒経過。おお、ここもできてる。1分経過。手に放射つけとくっていう裏技があるんです。なるほどね。で、これで何のコンテ、はい、完成ストップ。1分14秒。ちょっと審査してて、待って、審査さす、こじかるさんに審査させていただきます。あ、まあいいんじゃないですか。ちょっと手につくぐらいだけど。ちょっとすいません、ね。手に放射を。すげえびしゃびしゃですけど。手に放射をつけると、あんまり手につかない。あ、つかない、つかない。取りやすくもなりますし、ほのぼののおすすめでもありますし、ぬぬのタイムは1分14秒でもあります。ぬぬのタイム1分14秒。今回ぬぬ本気出したんですけども、ぬぬの中で一番いい記録が出ました。朝日奈さんにも審査してもらわないと。あれ手につくなみたいな感じですね。いやいや、大丈夫です。いや、大丈夫です。良かった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 。若干こっちの乾燥肌が来てます。はい、じゃあ次、本入れ弁に。最後にサムネ撮るんで、まあ、自分の前に置いてください。すごい。なんかすごい納豆に。何やってんのもう朝比奈さんは悪くないんですよ。すいませんでした。どうぞ。どうぞ。ありがとう。どうぞ。いや、もう吹きようがねえ。もう吹きようがねえ。ストップウォッチやな、朝比奈さんの。あ、でまあとりあえず2個押して、ちょっと待ってください。はい、体勢がね。うん、はい、お願いします。よーい、スタート。あ、シューってふわってそうだね、結構ね。いや、洗濯のりです。結構入れるよ、洗濯のり。あ、挟むのね。多分ね、こうやりすぎなんじゃないかな。こう行きすぎなんじゃない。あ、そうそうそう。いやいや、やり方教えてもらって。結構な量入れるね。毎回スライム作るよ、ほんと。これって、企画的には早…そうですね、早い、ね、そう、早く作るのがいいんで、頭が悪いとこういう風になります。でかく作るじゃないですよね、これ。そうなんですよ。早く作るから、頭が悪いとこうなりますね。はい。こんなでかいの作りしちゃった。こうボールをかけて、ピッ
汚くねすげえびっちゃびちゃですけどここはい終わった、終わりです、終わりですか、終わり、はい、1分31秒、よっしゃ、勝った、じゃあ今回は本気出してないから1分31秒、おお、でかかった割には早かったね、確かにそうだね、うん、米の4分の1ぐらいちょうどいいくらいだった、そうだ、だからといって小力さんちょっと入れてちょっと入れてこんぐらいのを作るっていうのはなしです、なるほどねなるほど、ある程度の大きさが必要なのね、審査してもらってもいいですか、じゃあ手にくっつきません、うん、若干洋服についてるけどあーいいよ、いいいいいい、全くつかないね、いいよいいよ、さすがですよ先生、さすが先生、変態、うん、もちもちです、ベンマックスね、ベンマックス感あるね歯じゃないね、今見てたでしょ、ベンマックス作ってないでしょ、逆にすごい、さあ、じゃあどっちの方が良かったですか、今日別に早すぎ、そうです、早すぎ、予想は別にいいんで、じゃあ次、朝日奈さんのお願いします、了解です、あ、じゃあこっちにかけしないで、はいはい、はい、これ順番は好きでいい感じで、別に、はい、でも放送は最後の方がいいかもしれない、了解です、はい、それではラーメンつけ麺僕イケメンスタートです、はい、スタートの癖強いねお、スタートダッシュいいですね、朝日奈さん結構入れんだね、シェービング、シェービング本も入れた方がいいですよ、なるほど、クッキングしてる女子って感じですね、かわいいやっぱ包装がどんどんなくなっていく、この場合いきます、うん、さすが大人の力こぼさないよねこぼさないフフ片方もちょっと手出して、あ、でももう、あ、もうできてる、あ、完成です、下っぽで1分3秒、一番早い、おお、どう、え、なんかさ、混ぜ終わった時もう出来上がった、ね、確かに、なんで確かにはい、あー、手につかないです、え、すごい、それは、おー、すごい、よーベイマックスよ、ベイマックス、自分で作っちゃった会いたくて会いたくてベイマックスだよ、会いたく、会いたく、フルフル、ノーシテミュージックマジモット絶対ダメだから絶対にダメ、ベイマックス絶対に鼻につけたらダメだからな、これはこの匂い好きですよね、これは好きだよ、シトラスだからな、いやでも違うぞ、はいこれ2人の見るとノエのまだできてなかったんじゃないですか、いやノエのはとろり系のスライムを作りたかった、激しくないっすかいや周りのスライムを取って最後はきれいにしてくれてる、ねえ触らないで、ちょっとでかさんお願いします、ラーメンつけ麺僕イケメンスタートです、はい、先にバケツまで入れてから、入れてからいく結構周りに結構入れるんですね、うん、結構入れるよ、でからの、おー、15秒経過、よし、で、放射水いきます、放射水は本当いっぱい入れた方がいいと思います、はい、すごい、なんかすごい、はい、なんかはい、もうこれでできたでしょ、ですよね、まだだよ、ここからこう行くパターンだから、はい、はい、できました、え、でもまだですよね、あれまだですよね、もうできてますよ、じゃあ一旦スタートをしておきます、はい、できました、はい、じゃあ、あの一旦1分で終わってるんですけど、まあ3分してるんですね、どうどうできてるでしょ、すごい手にくっつく、匂いはミントだね、匂いはみんな一緒なの、これ匂いはみんな一緒なのこれ、鼻につけますか、鼻につけてチェックはしないでしょそんな人いないでしょ、どうべっちゃりしてる感じが、なんかすごい手にくっつくんですよ、あー何、あー、はい、ということで再開、 OK だと思ったらはいはいはい、 OK です、 OK です、 OK です、あー、 OK、 あーいい感じ、あーいい感じ、ベイマックスになってるわよ、ベイマックス作っちゃうのこれ、うん、
手で多分もう一回再開になってしまったんですけど。再開になっちゃう。あ、スライムスライム。コジカルさんはですね、1分8秒でございます。おー、早かったね。うん、早い。はい、ということで朝比奈さんが1分3秒で完成いたしました。おお。朝比奈さんね、すごかった。クッキングでしたね。そうだね。クッキング、おこずきっきんず、すごいですね。あ、ちょっと残ってます。まだ全然残ってますよ。こちらさん見てください。こちからさんの残ってる、うん、ということで朝比奈さんの勝利です。おー、やったー、すげー。すごい。じゃあサムネいきます。はい、サムネ。はい、サムネ。はい、よしよしよし。じゃあ、はい、ということでまた次回の動画で。キャベツバイちゃん。じゃあ皆さん、あのこの中にスライム打ち込んでください、はい、採取しますんで、はい、アウトブスクイー。